ですとか、お腹でも痛いんですか？どうしましたか？お腹でも痛いんですか？どうしましたか？お腹でも痛いんですか？どうした？
を込めていいぞ。この調子でどんどん行きましょう。
みましょう。慎重に進みましょう。WHAT?!
この魔界植物くんの触手でダブりながらじわじわダークパワーを染み込ませていって、身も心も闇に染まりきった完璧なしもべに調教してあげている最強というわけです。天使の力ですか？これ楽しい。
天使の力。なる上は。ホーダイ様、気をつけて。あの悪魔、何かするつもりですよ。恥じめを受けて許せるわけないでしょ。そこをなんとかお願いです。クルナだって試験の課題だから仕方なくやっただけですし。そう、仕方なくね。それならしょうがないわね。そうなんですよ、これが悪魔の仕事のわけですから、クルナは悪くないのです。ならあなたを魔界に送り返すのも私の仕事だから仕方ないわよね。さよなら、悪魔さん。強制送還。そんなーでーす。これで一件落着。するなんて。でもそのかっこよかったとかよ。ごめんね、ホーダイ。今日の私失敗ばかりで。それはあなたがいてくれたおかげ。やっぱりすごいのね、ホーダイは。さっきの技もすごかったし、もしかしたら私なんかよりずっと悪魔ハンターに向いてるのかも。ごめん、私もう行くね。今日はずっとありがとう。限られています。ここは彼女を追いかけましょう。それはまあ、あ、はい、そうでしょうね。見ればわかりますし。
かりました。元より高台様の人生です。あなたが思ったようにするのが一番です。ただしそれとは別口でモテオーラを高めることは忘れないでください。モテオーラが弱いままだと告白が成功してもちゃんと天使の矢の力が機能するかどうか分かりませんから。でどうするつもりですか。まさかまるっきりノープランってことはないですよね。
ちゃんは。
ちゃん、ホーニーのこと大好きだよ。だってしのぶちゃん、私が修行してた3年間ずっとホーニーのことばっかり話してた。ホーニーが授業中なんかあくびしただとか、晩ご飯に何を食べてただとか、ホーニーが捨てたプリントの裏に書いてあったポエムが素敵だったとか、いろいろとっても嬉しそうに。今私はものすごく突っ込みたくて仕方ないのですが、ここは空気を読んで自重しておきます。一度も、あの、しのぶちゃんが、てっきりちょっと喧嘩してるだけだと思ってた。ごめん、ホーニー、私にはわからない。結局、ガーディアンの正体は分かりませんでしたね。それでもダメそうな場合は、当初の予定通り強行突破しましょう。いいですよね、ホーダイ様。
諦めたらダメです。そんなに私がいいの？いいよ。なんでちゃうの？見つけたわ。何、ホーダイ、私にまだ用があるの？言いに来たの？あなたって相変わらずバカね。あの悪魔が言ってた天使の力って あなたの私を魔物から助けてくれた力、本当に天使様の力だったのね。私が悪魔と戦ってたけど、最初に受けた命令じゃマヤが悪魔と戦って私がバックアップする予定だったの。上園家は代々悪魔ハンターの家系なんだけど、実際に悪魔と戦えるほど力を持った人間は限られているの。その中でも
マヤの力は飛び抜けているわ。歴代の中であれほどの才能を持った悪魔ハンターは他にいないってくらい。だからマヤは3年間本家の修行を受けて、私はこっちに残った。私はダメな子で期待されてないから。ううん、自分でよくわかってる。マヤの力を見るたび、いつも思い知らされるもの。それでもあの子は私を慕ってくれるから、私はあの子のお姉ちゃんで居続けられた。お姉ちゃんであろうと努力してきた。今日だって私の力を証明しようと思って、本家の人たちに無理を言ってマヤと役目を入れ替えてもらったの。今回のことがうまくいけば、本家の人たちを見返すことができるかもしれない。そう思ってね。私は力のある妹に嫉妬してたのよ。ひどいお姉ちゃんでしょ。その上、私は砲台に天使様の力があるって聞いて、あなたにまで嫉妬した。私、もう疲れたのよ。悪魔ハンターにも、あの子のお姉ちゃんにも、あなたの幼馴染にも。砲台様、これは説得は難しそうです。ドキドキフィールドを使いましょう。今は忍様も弱っています。この状態ならばガーディアンも突破できるかもしれません。恨み事ならお二人が結ばれた後にいくらでも聞きます。ドキドキフィールド展開。私に構わないで。そんな、弱るどころか固くなに心を閉ざしてしまったのですか。私のことはもう放っておいて。今まで通りお互い不干渉のまま。
これ以上は言わないで。私、聞きたくない。その力でこれからもマヤを助けてあげて。私は無理でもあなたならきっとあの子を助けてあげられるはずだから。じゃあね、ホダイ。ホダイ様、本当に申し訳ありません。私が誤った真似をしたばっかりに。修行は厳しいし、しんどいけど、でも耐えられないほどじゃない。人に迷惑をかける悪魔を懲らしめるのは必要なお仕事だと思うし、修行も必要なこと。私は悪魔の中にもいい子はいる。だからできたら私はハンターじゃなくて友達になりたい。悪魔とも天使とも友達になりたい。傷つけることはしたくない。マヤ様、同士のシンパシーですか？
かった。なら、あの公園で。もしもし、しのぶちゃん？いっぱい買っていってくれよな。なんだよ、買っていってくれよ。